写真拡大。ヤクルト 4-2 阪神、23日、神宮球場。阪神、ガンケルが初の救援失敗で敗戦投手となった。秋山の後を受け、同点の7回から今季初となる3連投のマウンドへ。石井から中村に右前打を許すと、代打宮本には矢野監督がリクエストを求めたほど微妙な四球で1、2塁のピンチを迎えた。続く代打川端の夕頃で西1、3塁。坂口が放った1、2塁間への打球をボーアが横っ飛びで必死に止めたが、内野安打となり、3走の中村が生還。これが決勝点となった。ガンケルは7月25日に中継ぎ転向後に失点目、6月24日に先発で敗戦投手となって以来の2敗目となった。8回に登板した岩崎は先頭青木を打ち取った打球のバウンドが高く遊撃への内野安打に。その後山崎の犠飛で1点を失った。ガンケルも勝負に出た結果やし、岩崎もちょっとアンラッキーなところもあった。みんな精一杯やった結果と矢野監督。前夜は6点差の楽勝ムードから追い上げられ、勝ちパターンのガンケルらを投入。その付けが回る結果となった。